はい、皆さんこんばんは。デザインアトリエかけらのカズです。本日もですね、YouTube 配信に遊びに来ていただき、本当にねありがとうございます。感謝いたします。今日はですね、サムネイルの方にも書かせていただいたんですが、カラーの祭典ということで、とにかく綺麗なカラーの宝石たち、集合してますので、ぜひ、カラーに注目してね、今日の配信楽しんでいただけたらと思います。本当にね、綺麗なカラーばかりの宝石が登場してくれます。で、今日はですね、約60種類のね、たくさんの宝石ご紹介をさせていただきたいと思います。ご紹介させていただいた宝石はですね、もちろんご購入可能な宝石となっておりまして、ご購入ご希望の方はですね、この動画の概要欄の方に、ご購入方法を記載をさせていただいておりますので、ぜひですね、そちらもよく読んでいただけると嬉しいです。そして、今日もね、プレゼント企画やりますが、今回は超豪華プレゼントご用意をさせていただいております。これはね、当たった方、これは飛び跳ねるんじゃないかなっていう、そんな一石をね、プレゼントさせていただきたいと思いますが、めちゃめちゃハードル上げてますけどね。今日はね、実は1名様にこの宝石を抽選でプレゼントしてみようかなと思うんですが、見たいですかね。見せましょうか。はい、ということでお見せします。どこ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 、ということで、この宝石をプレゼントしちゃいましょう。ということで、いや、これプレゼントにしちゃっていいのっていう宝石をね、プレゼントさせていただきたいと思います。はい、早くね、宝石名言ってくれよって感じだと思うんですけど、はい、実は今回プレゼントするのは、キャラアップ、1キャラアップのカラーチェンジガーネット、さらに産地がベキリー産ということで、ベキリーガーネットを、1名様にプレゼントさせていただきたいと思います。はい、ベキリー鉱山で採れたベキリーガーネット、カラーチェンジもちょっと見せましょうかね。ちょっと待ってください。よいしょ。こんな感じでめちゃめちゃ綺麗にね、カラーチェンジしてくれる1キャラットアップですよ。1キャラットアップのベキリーガーネットを1名様限定で、プレゼントをさせていただきたいと思います。はい、で、プレゼントの、応募の仕方なんですけど、この配信内のどこかで、私が、プレゼント応募に必要なキーワードをお伝えするので、そのキーワード必ずメモしていただいて、この動画の概要欄の方にですね、プレゼント応募フォームをご用意していますので、その、プレゼント応募フォームの備考欄にですね、私がお伝えをするキーワードを、ご入力いただいて、ご応募完了という形になります。抽選で1名様限定ですが、まあ当たった方は超ラッキーだと思ってください。豪華プレゼントを今日はね、ご用意をさせていただきました。ということで、今日はですね、色の祭典配信やっていきたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。ということで、やっていきます。さあ、早速まず1番目からいきましょう。1番目はね、まずは可愛いカラーの宝石ご紹介したいと思います。カラーで言うと、ちょっとブルーとね、なんだろうな、ちょっとこうラベンダーっぽい感じかな、ブルーとパープルを混ぜ合わせたような、そんなカラーのカルセドニーですね、ご紹介したいと思います。柔らかいカラーがね、特徴的で、サイズがですね、大きめ、縦9ミリ、横6ミリサイズで、柔らかい輝きと可愛いカラーを楽しめる、まず一発目を飾ってくれたのはカルセドニーになります。どの子もペアシェイプカットのカボションカットになります。可愛くないですか？ちょっとこう、ナタデココ感があってね、めちゃめちゃ可愛いですよね。はい。まず1番目は、カルセドニーですね、ご紹介したいと思います。800円で29名様限定でご紹介したいと思います。このカラーね、意外と珍しいんじゃないかなと思います。続いて、2番目。あー、かわいい。はい、かわいいです。続いては、こちら、この宝石もね、カラーが綺麗な宝石、そしてかわいい宝石になります。で、カラーはね、それぞれになります。こんな子もいれば、こんな子もいれば、こんな子もいれば、あとは、ちょっと淡めのこういうパステル調の子もいればって感じで、で、どの子もですね、六角形のヘキサゴンカットのフローライトになります。どのカラーの子が届くかお楽しみですが、結構ね、バイカラーとか、レインボーカラーの子も入ってるので、そんな子が来たら当たりだと思ってます。当たりだと思ってますよね。当たりだと思います。で、単色の子もいます。はい、ということで2番目は
フローライト、カッコヘキサゴンっていう感じでね、ご紹介をしたいと思います。なんとヘキサゴンカットのフローライトが800円で31名様限定。いやー、このね、宝石もカラーが綺麗ですね。そしてヘキサゴンっていうところがね、いいですよね。ヘキサゴンカット私も大好きです。さあ、続いては、あ、これはね、ちょっと皆さん、カラー、ほんと綺麗ですよ。このレベルのカラーのこの宝石ってかなり珍しいんじゃないかなと思います。あ、黒背景の方がね、よりわかるんじゃないかな。ちょっと待ってくださいね。全然映ってないか。はい、こんな感じでご紹介しましょう。もう少し色じゃないですね、光を落としましょうか。グリーンオパールなんですけど、今回のグリーンオパールって、まあ、見ての通り普通のグリーンというよりはなんかこう蛍光色のようなね、グリーンを感じる、グリーンオパールご紹介したいと思います。ここまでカラーの発色がいい、まあ、グリーンオパールって結構珍しいんじゃないかなと思います。で、今回ですね、 ABC で、サイズ分けてね、ご紹介させていただくので、まず一番サイズが小さい A グリーンオパールからご紹介させてください。どの子も、オーバルカットのね、楕円形のカボションカットになってきます。最初縦5ミリ、横が4ミリサイズの、グリーンオパールご紹介しましょう。かわいいですね、これは。ね、ぜひね、これご自宅届いた時、このカラーのかわいさ堪能してみてください。卵っぽさがいいですね。はい、3番目。A グリーンオパールご紹介しましょう。1500円で6名様限定。これ綺麗ですよ、本当に綺麗なので、まあ、なかなかここまでね、綺麗なグリーンオパールって今までご紹介してないんじゃないかなと思います。次はね、サイズちょっと大きくなって B の、グリーンオパールご紹介させていただくんですけど、わかりますかね、ちょっと大きくなってるのが。光を落としましょう。はい、B がですね、最小縦 5.8mm、 横 4.6mm サイズで、一回りね、大きくなる感じです。この子たちもね、可愛いカラーです。 B のグリーンオパールは12名様限定で1980円。そして続いて C 行きましょう。 C はもう一回り大きくなります。 C の子はよいしょ、こんな感じで、この子が C になります。 C はですね、サイズが、最小で 6.7mm×5.2mm サイズなので、まあサイズはしっかりあるかなっていうカラーじゃないか、あ、カラーじゃない、サイズじゃないでしょうか。もうさっきからね、すいません、カラーの採点に引っ張られてね、カラーばっかり言ってますけどね、すいません。 C グリーンオパール、この子たちが2980円で、12名様限定。ちょっとね、数は少なめなんですが、ぜひね、品質のいいグリーンオパール欲しいよって方は、ぜひね、このグリーンオパールゲットしていただいたら、喜んでいただけるんじゃないかなと思います。3、4、5ということでね、グリーンオパールを ABC でご紹介させていただきました。続いて、6番。6番は今度はね、これね、品質重視のアヤナスピネルさんをね、ご紹介してみましょう。アヤナスピネルっていうと、まあ、聞いたことあるよって方もいらっしゃると思うんですけど、ただのね、ピンクスピネルとは違って、ホットピンクカラーのね、スピネルをアヤナスピネルって形でね、流通がされております。で、形がですね、こんな感じで楕円形または、ちょっとこう四角い雲もね、稀に混ざってますが、どの子が来るかお楽しみですが、今回品質がね、本当に素晴らしい。こんなキラッキラのね、スピネルになってきます。サイズが最小 3.1mm×2.4mm サイズのアヤナスピネル。可愛い宝石、お好きな方はね、めちゃめちゃおすすめしますよ。あ、これね、ジュエリーとかにしてあげてもね、めちゃめちゃ生えてくれるので、押したてもね、デザインアトリエかけらできますので、ぜひね、ジュエリーにしたい方、ジュエリーにしても可愛いですよ。ということで、アヤナスピネルですね、ご紹介させてください。カットはどのカットが届くかお楽しみです。6番、アヤナスピネルは1980円。この品質ですからね、1980円で15名様限定でご紹介しましょう。続いて7番なんですけど、アヤナスピネル、もう少し大きい子欲しいよって、すいません、声がね、裏返っちゃってます。もう少しね、大きい子欲しいよって方は、こういう一点物もね、ご用意させていただいております。縦が 3.9mm、 横 3.5mm サイズ 0.34 キャラットの長四角のカットのアヤナスピネル、カラーの発色いいし大きめですね。
0.34 キャラット。こちら一点物でご紹介です。5500円で1名様限定。でもう一席ですね、アヤナスピネルご用意させてもらってまして、もう少し大きくなります。この子も綺麗ですよ。うわー、これはたまらないですね。もうこれぞ、もうカラーの祭典、色の祭典にふさわしい、そんな一石かなと思います。8番もアヤナスピネルで 0.46 キャラット、縦がね 5.2 ミリサイズあって、横が 4.1 ミリサイズあります。大粒のアヤナスピネル欲しかった方、ぜひゲットしてください。7980円で1ピース限定になります。はい、678はアヤナスピネル。ご紹介させていただきました。あとね、すいません、冒頭でお伝えし忘れたんですが、今日ね、同時開催でガーデンクォーツ展もやります。はい、途中でね、ガーデンクォーツ展もやりますので、今回ね、20種類ぐらいあるかな、すべて一点物で選べる感じでね、ご紹介させていただくので、そちらもぜひご注目いただきたいです。しかもね、今回品質もいいし、価格帯もかなりチャンスのね、ガーデンクォーツ連れてきております。はい、噛んでおります。連れてきております。さあ、続いて、こちら9番はですね、ガーデンクォーツじゃなくて、オイルインクォーツご紹介しましょう。オイルインクォーツは、その名の通り、クォーツの中にオイルがね、入ってるよっていう宝石なんですけど、このオイルがですね、このね、UV ライトを当ててあげると、綺麗に蛍光してくれます。今回はね、まあ、カラーの祭典ということで、蛍光が綺麗な宝石もね、たくさん連れてきてます。まあ、こんな感じでね、今、UV ライト当ててますが、どの子にもね、しっかりと、こんな感じで、ちょっと待ってください。こんな感じで、しっかりとオイルが入ってるね、オイルインクォーツご紹介させていただいております。で、今回、品質なかなかいいですし、さらに、サイズが、大きいです。はい。ビッグオイルインクォーツということでご紹介させていただくんですけど、今回ですね、縦が最小で9ミリサイズの、オイルインクォーツをね、連れてきておりますので、大きめの、オイルインクォーツ欲しいよって方は、ぜひね、ゲットしてみてください。ちょっと待ってください。明るくしますね。よいしょ。感じかな。はい。ということで、オイルインクォーツ縦がね、最小でも9ミリサイズと大きい、オイルインクォーツ欲しかった方に強くおすすめしたいと思います。すごくね、綺麗です。9番目オイルインクォーツはなんとこのサイズ感で2500円で13名様限定。ちょっと数少ないですが、ぜひね、欲しい方ゲットしてみてください。そして、10番目ね、これも蛍光宝石。あ、先言っちゃいましたね。実はね、この宝石もね、ちょっとこれ後で言おうと思ったんですけど、蛍光するんですよ。はい。ということで、10番目は、これもね、カラーが綺麗でしょう。はい。ミントカラーのガーネットをね、ご紹介したいと思います。可愛いですね。ミントカラーってなんでこんな可愛いんでしょうね。本当に可愛い。で、今回ですね、カットが見ての通り、オーバルカットまたは、はい。雫型のカット、どちらかのカットが、届くかお楽しみですが、ミントガーネットってね、高いんですよ。さらに今回、さっきね、伝えましたが、UV チェンジしてくれます。先ほどのように、オイルインクォーツと同じように UV ライト当ててあげると、しっかりね、今回蛍光してくれます。で、今回、金額帯も超チャンスになってるので、これはぜひ、今日見てくれた方にゲットしてもらいたい、そんな、イベントになってきます。10番は UV チェンジミントガーネット還元イベントと言ってます。還元イベントやらせてください。最初縦4ミリサイズのミントガーネットになりますけど、どんな感じで、蛍光してくれるのってとこだと思うんですけど、こんな感じでめちゃめちゃ綺麗に赤ピンクに蛍光してくれます。これは可愛いが2度続きますね。 UV ライト当てて可愛い、通常のライト当てても可愛いみたいなね、ミントカラーと美しい蛍光、ぜひ楽しんでください。で、まあね、今回、そう、還元企画と言ってますけど、すいません、真っ暗になっちゃってますね。ちょっとだけ待ってください。すぐに明るくしますね。はい。今回ね、還元企画と言っておりますが、そうなんです。金額帯がね、ちょっと驚きの金額帯でご紹介させていただきますので、ぜひ皆さん心構えしてください。はい。10番目は UV チェンジ、ミントガーネット還元イベント。1000円で44名様限定でご紹介したいと思います。これはかなり破格じゃないかなと思ってます。さあ、どんどんいきます。
11番はこれもねカラーの祭典にふさわしい、宝石をねお見せしたいと思います。ちょっとね転がっちゃうかもしれないのでゆっくり出します。あ、ちょっと出しすぎたな。はい、11番はねかわいい、ちょっとねイクラに見えてきましたね。11番はメキシコオパールご紹介したいと思います。メキシコで取れるね、メキシコオパールご紹介しましょう。しかもね今回カラーの発色がめちゃめちゃ良くて品質もなかなかいい、メキシコオパールご紹介しましょう。今回ねこのメキシコオパール大量に仕入れちゃいました。大量に仕入れたので、まあ、今回この金額でご紹介できるよっていう感じでねご紹介しましょう。可愛くないですか。ちょっとこうミルキーさもある子もいたりとかね、透明度が抜群の子もいたりとかって感じで、まあ、色はねこんな感じで可愛いオレンジカラーなんですが、まあ、品質もねちょっとミルキーっぽい子もいれば透明度もある高い子もいればって感じなので、品質も個性があるのでね、その分ねたくさん楽しめるんじゃないかなと思いますが、11番はあの大量仕入れイベントなんですけど、なんとですねこれちょっと驚くかもしれません。20席1セットにして皆さんにね、このメキシコオパールねご紹介じゃないですねお届けを、させていただくんですが、最初は2ミリサイズのねメキシコオパールになります。でこれね金額聞いて驚くんじゃないかなと思いますが、これ大丈夫かなって感じなんですけど、メキシコオパール大量仕入れイベント、実は20席1セットで金額の方がですね1000円で30名様限定、これはめちゃめちゃお安くなってますので、ぜひ気に入った方ねゲットしてみてください。ほんとなんか柑橘カラーがねめちゃめちゃ可愛いです。はい、ということでメキシコオパールのね大量仕入れイベント、すごいイベントやってます。1000円で30名様限定で、ご紹介をしたいと思います。さあ、ここから産地を同じくメキシコのね宝石ご紹介していくんですけど、今度はメキシコオパールの中でも燃えるようなねレッドカラーの宝石をファイヤーオパールって言うんですけど、めっちゃ綺麗じゃないですか。燃えるようなレッドカラーファイヤーオパールご紹介しましょう。同じねメキシコで取れる宝石になります。でファイヤーオパールもねちょっとねサイズがいろいろあって、また ABC でご紹介させていただきます。まずこの子が一番小さい A からご紹介しましょう。縦9ミリ横7ミリサイズのファイヤーオパール、なかなか品質もいいんじゃないかなと思います。カラーの発色もね素晴らしい一石になってきます。縦9ミリ横7ミリサイズで A が1800円で9名様限定、ファイヤーオパールがね1800円ってねなかなかチャンスの金額で出てます。続いて B はもう一段階大きくなって、これはね3名様限定なんですけど、こんな感じで、縦がね10ミリ横8ミリサイズ、なんと2500円、このボリューム感で2500円で3名様限定。そして C ですね。 C は14番 C はもっともっと大きくなって、このサイズ感、縦が12ミリ横10ミリサイズのかなりサイズ大きめのファイヤーオパールが、これ2名様限定で3500円で2名様限定。今回ファイヤーオパールこれかなりチャンスになっているので、ファイヤーオパール狙ってた方ぜひゲットしてみてください。そして15番はちょっとまたねオレンジカラーのねメキシコオパールに戻るんですが、大きいメキシコオパールねご紹介させてください。優勝効果はないんですが、ただ透明度と輝き素晴らしいね一石になってます。でサイズが6キャラットアップ 6.34 キャラットのビッグメキシコオパールご紹介しましょう。まあ、なかなかこういうねオレンジカラーのメキシコオパールでこれだけのサイズあるねメキシコオパールってで輝きもありますしね、なかなか見ないんじゃないかなと思います。縦が15ミリ横12ミリサイズとかなりサイズは大きめかなと思います。4500円で1ピース限定、これが15番になります。そして16番はねこれコレクターの方にめちゃめちゃおすすめします。16番は可愛くないですか。はい、エッグインオパールってことで、はい、もうその名の通りエッグ、卵ですね。オパールの中にこんな感じで卵が入ってるように見えるねエッグインオパールご紹介しましょう。まあ、オパールの中でたまにこういう子もね産出されるんですが、ただ非常に珍しいので、まあ、コレクターストーンになってます。なのでまあコレクターの方はねめちゃめちゃ今興奮してるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかゲットできない
エッグインオパールご紹介をさせて、いただきたいと思います。可愛いですね。はい、16番はエッグインオパール、縦が12ミリ横10ミリサイズ、3キャラットアップでなんとなんと3500円でご紹介できちゃいます。16番エッグインオパール。そして、17番もね、同じくエッグインオパールなんですけど、やっぱりねこの卵の入り方がね全然違うんです。ちょっと大きめのね卵が入ってます。あ、ちょっとお腹空いてきましたね。目玉焼きが食べたくなってきました。はい、縦が11ミリ、横が9ミリサイズ、2.3 キャラット。見事なエッグですね。はい、17番エッグインオパールで、この子は2980円でご紹介したいと思います。ここで一旦オパールタイムは終了となりまして、次はね、18番はビッグサイズであり、さらにこれもまたカラーを楽しんでいただける一石ご紹介したいと思います。これねめっちゃカラー綺麗なので、ぜひこのカラー堪能してください。18番はゴールデンカラースキャポライトご紹介したいと思います。いつもご紹介させていただいているイエロースキャポライトってもう少しこうなんだろう、カラーの発色が淡めでなんかこう可愛い感じのね、カラーの、スキャポライトご紹介してきたんですけど、今回はこのゴールデンカラーのね、めちゃめちゃかっこいい感じので、サイズもめちゃめちゃ大きいスキャポライト連れてきちゃいました。今回10席だけなんですが、このビッグなゴールデンカラーのスキャポライトをご紹介させてください。サイズがですね、縦が12ミリあって横が10ミリサイズと、まあ、かなりサイズ感としてはね大きい一席になってくるんじゃないかなと思います。まあ、シンプルにねやっぱり見て綺麗だなって思う、そんな宝石になってきます。珍しいカラーですね。18番は珍しいカラーのゴールデンカラーのスキャポライト。なんとこのサイズでこの品質でいくらでしょう。はい、3500円です。はい、3500円で10名様限定でご紹介しましょう。これもかなりチャンスじゃないかな。はい、18番、ゴールデンスキャポライトご紹介させていただきました。じゃあ皆さん、こっからはですね、ガーデンクォーツ店行きましょう。ガーデンクォーツ店いきます。20種類ぐらいかな、のガーデンクォーツをすべてね皆さんに選んでいただく形で、お選びいただけますので、ぜひお好きなお庭探していってください。まあ、こっからね私と一緒に散歩する感じでね皆さん見てください。はい、庭園を散歩しましょう。はい、ということで19番ですね。皆さん番号をねぜひ覚えておいてください。19番のガーデンクォーツ、カボションカット、なんか形がなんだろう、かわいいですね。なんかサーフボードみたいな感じ。縦がですね13ミリ、横8ミリサイズ、 4.8 キャラットで、今回ねしっかりとお庭が見える、透明度も高くてしっかりとお庭を感じる、ガーデンクォーツになってます。品質がねなかなかいいんですよ。19番ガーデンクォーツは1800円で登場してくれます。で、金額帯も皆さんね今回すごいので、注目してみてください。次が次が20番ですね。20番はこの子は大きいですよ。はい、縦が、19.8 ミリ、横 13.2 ミリサイズのビッグサイズのガーデンクォーツ、しっかりとねお庭を感じます。裏面こんな感じ、表面がこんな感じ、縦が19ミリあります。はい、11キャラットのガーデンクォーツ、なんと2700円で登場してくれます。すごい。はい、2700円。そして21番、どんどん大きくなってきます。はい、21番は縦が17ミリ、横が11ミリサイズ、11キャラットあるガーデンクォーツ。あー、この子もいい味出てますね。はい、綺麗ですね。21番ガーデンクォーツは2700円で1ピース限定。いやー、綺麗ですね。まあ、この宝石やっぱね一石一石本当にね個性が強い宝石なのでね、まあ、今回こんな形で全て選べる形でご紹介させていただいてます。あ、次ね22番は透明度高めですよ。おー、いいですね。この子も縦が23ミリ、こんな感じ。あー、綺麗ですね。横が11ミリサイズ、 10.4 キャラット、22番ガーデンクォーツは2700円で登場です。まだ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 いきますよ。23番はこちら、縦が 18.8 ミリ、横が11ミリサイズですね。18×11 ミリ、
11.36 キャラットのビッグサイズのガーデンクをちょっと表向いてください。ちょっと掴むのがね難しいんですが、23番ガーデンクオーツご紹介しましょう。あ、こんな感じ。2700円で1ピース限定。そして24番はこの子はねすごい大きくて場面が広いのですごく綺麗に写りますね。はい、縦が 19.5mm、 横が 14mm サイズ、 15.29 キャラットの24番ガーデンコー、素晴らしい透明度。3600円で1ピース限定、15キャラットもあります。はい、そして25番はちょっとお待ちください。25番、あ、来てくれました。25番はこんな感じ。ああ、いいですね。しっかりお庭見えますね。縦が 24mm、 横 9mm サイズ、15キャラット。25番は3600円で1ピース限定です。さあ、そしてまだまだあるので皆さんちょっとだけお待ちください。ちょっと準備をしますね。よいしょ。次が26番いきましょう。26番、まだ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 散歩しましょう。ということで続いてこちら、おお、この子も綺麗ですね。縦が 19mm、 横 10mm サイズ、15キャラットある、26番のガーデンクオーツ、綺麗で綺麗が言えて綺麗ですね。はい、3600円で1ピース限定。これはね選べないですね。どの子もいいからね、なかなか選ぶの大変だと思うんですけど、ぜひね、お好きなお庭探してってください。あー、この子も綺麗ですね。縦が 22mm、 横 11mm サイズ、15キャラットの27番ガーデンクオーツ、3600円で1ピース限定。そして続いてが28番、はちょっと待ってください。28番、こちらなんかカプセルみたいで可愛いですね。縦が 24mm、 横 18mm サイズ、12キャラットあります。28番は3600円で1ピース限定。これ商品ページがね公開された時にバーッとねガーデンコーツ並ぶので、なんかそれを見るだけでもね楽しいと思います。なのでぜひ皆さんショップページもね見てみてください。さあ、続いて29番、あー、なんかこう雪が降ってる感じでスノードームみたいでいいですね。はい、29番は縦が 22mm、 横が 15mm サイズ、 16.3 キャラット。ちょっと大きくて持つのが難しい。こんな感じ。いやー、可愛い感じ。3980円。そして30番はこちら。はい、縦が 23mm、 横 11mm サイズ、 13.95 キャラットで、この子が3980円。ちょっとこっちから覗きたくなりますね。はい、綺麗なねお庭、30番ご紹介させていただきまして、続いて31番、31番はこちら。はい、大きいですね。縦が 20mm、 横 13mm サイズ、16キャラットあります。いろんな角度からね見ていただけるといろんな個性を楽しむことができます。31番ガーデンクオーツは3980円。そして32番、まだまだあります。32番、なかなかねこんなたくさんのガーデンクオーツねご紹介すること少ないんじゃないかなと思います。はい、縦が 27mm、 横 11mm サイズ、 19.6 キャラット。32番は3980円。さあ、後半戦いきたいと思います。まあ、後半戦で終盤戦かな、いきたいと思います。ちょっと待ってください。あとですね、ガーデンクオーツが 1,2,3,4,5,6,7 8席あります。さあ、あと8席ね、ぜひ美しいお庭見ていきましょう。さあ、続いて33番、ここからまた大きくなってきます。あ、個性的ですねこの子。縦が 23mm、 横 13mm サイズ、18キャラット。33番は4500円。非常に個性的な、ガーデンコーツ。33番、あと7個、34番、あー、この子はね綺麗ですよ。ちょっとまだ映ってないけど、ちょっと皆さん見てください。あー、綺麗ですね。はい、スノードームみたい。縦が 21mm、 横 13mm サイズ、19キャラットの、ガーデンクオーツになります。ちょっと持てないので手で失礼しちゃいますけど、こんな感じ、ね、
すごい透明度あってしっかりとお庭がね観察できます。34番は4500円、そしてここから4500円が続きますね。続いて35番はよいしょ、こちらになります。おお、綺麗ですね。この子も縦が16ミリ横14ミリサイズ18キャラット、35番は4500円。そして36番はこの子も大きいですよ。あ、綺麗ですね。はい、縦が21ミリ横11ミリサイズ20キャラットある36番のガーデンクォーツ、こっちからも見てみるとこんな感じ、素晴らしい一石ですね。4500円で1ピース限定。そして、37番ですね、ご紹介したいと思います。37番はこちら、この子も大きめで綺麗です。縦が 26.8 ミリ横 12.6 ミリ、20キャラットあります。37番はこの子も4500円で1ピース限定、綺麗ですね。さあ、残すとこわずかとなりました。あと、3席かな、ご紹介したいと思います。さあ、続いて、38番いきましょう。残すとこ3席。38番、縦が 26.6 ミリ横 13.3 ミリサイズ、24キャラットのガーデンクォーツ、綺麗ですね。5500円で1ピース限定。そして39番はちょっと待ってください、こちらになります。形がなんかちょっと個性的でいいですね。はい、39番のガーデンクォーツ、縦が 22.6mm 横 13.5mm サイズ21キャラットあります。個性的だし、インクルージョンもねすごく綺麗です。透明度高いですね。この子も5500円。そしてラスト40番ガーデンクォーツご紹介しましょう。ラストはちょっと待ってください、よいしょ、この子になります。おお、綺麗ですね。縦が 21mm 横 15mm サイズ23キャラット40番ガーデンクォーツ、5500円で1ピース限定ということで、たくさんのね、ガーデンクォーツ、全て1点ものでご紹介をさせていただきました。品質に対してですね、かなり金額チャンスになっているので、ぜひ今回特に選べますので、ガーデンコース狙ってた方はぜひ今回のガーデンコース戦でね、一石ゲットしてみてはいかがでしょうか。それではここから後半戦いきたいと思います。またねカラーの採点に戻りますが、続いてはですね、これはねカラーも綺麗だし、そして品質も素晴らしい一石をねご紹介したいと思います。それではご紹介しましょう。綺麗ですね。そして品質がめちゃめちゃいい、高品質のシリマナイトご紹介をしたいと思います。縦が最小 6.8mm 横 4.8mm サイズと、サイズ感は、ね、しっかりとある高品質のシリマナイト、これね、シリマナイトご紹介させていただくときにね、いつもご紹介させていただくんですが、シリマナイトってね、やっぱり基本的にはカボションカットとか、あとは不透明なものがね、産出量が多いんですが、こういった宝石質のシリマナイトは非常にね、産出が珍しくなってきてます。はい、珍しくなってきてるというより、珍しいです。はい、珍しい、品質のシリマナイトになってきます。その中でもカラーの発色も素晴らしいですし、透明度もね、輝きも本当に素晴らしいね、シリマナイトをこの金額帯でご紹介できちゃうんだって感じでご紹介させていただけますので、ぜひこのシリマナイトゲットしてみてください。まだね持ってらっしゃらない方も結構多いんじゃないかなと思います。はい、高品質のシリマナイト36名様限定ですが、なんと1980円、36名様限定で、ご紹介をしたいと思います。サイズ感もね、ボリューム感もしっかりとね、シリマナイトになりますので、ぜひ、希少性もそうですし、この品質にぜひ浸っていただけたらと思います。さあ、続いて42番はね、これちょっと数少ないんですが、品質がねほんと素晴らしいので、ちょっとこの品質に注目してみてください。いやー、これは綺麗ですね。色が濃い、そして透明度輝きも素晴らしい。はい、タンザナイト、ご紹介をしたいと思います。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。サイズが最小が縦で、6.5mm×4.5mm サイズと、サイズもねしっかりとあるタンザナイト、透明度カラー輝き、どこをとっても美しい一石かなと思いますが、今回
8名様限定で、ご紹介をさせていただきますので、ちょっと出てきてください、8名様限定でご紹介をさせていただきますので、ぜひ綺麗な短冊欲しかったよって方はちょっと数少ないですが、ぜひぜひゲットしてみてください。綺麗じゃないですか。透明度輝き、カラーも濃いし、素晴らしい一席ですね。はい、42番は8名限定のタンザナイト、5980円で8名様限定で、ご紹介をしたいと思います。これは綺麗ですよ、本当に綺麗。そして、43番は大きい大きいパステルカラーのエメラルドをご紹介したいと思います。可愛い雰囲気のね、エメラルドで透明度高くてカラーもいいですね。縦が 10.3mm、 かなり大きい、横が 8.2mm サイズ、 3.7 キャラットあるパステルカラーエメラルド。白背景で見るとこんな感じ、黒だとこんな感じ、透明度際立ちますね。はい、43番はパステルカラーエメラルド、12,500円で1ピース限定。なかなかね、このカラーって意外と珍しいんです。はい、43番はパステルカラーのエメラルド。さあ続いて44番はね、これまたね、カラーも綺麗だし、そして見ていただきたいのが、綺麗な綺麗なスターが出てくれるんです。あ、めっちゃめちゃしっかり出てくれます。はい、44番はピンクカラーのね、サファイアのスターサファイアをご紹介したいと思います。しっかりスターが出てくれます。縦 4.9mm、 横 4.1mm サイズ、 0.58 キャラと透明度も抜群ですね。素晴らしい席です。5500円で1ピース限定。なかなかね、ピンクカラーのスターサファイアって今までご紹介したことないので、ぜひね、このピンクカラーのサファイアのスタータイプね、ゲットしてみてください。今までね、ブルーカラーとかね、灰色とかね、グレーカラーとか結構ご紹介したことあるんですけど、ピンクのね、スターサファイアって意外と紹介してないんです。はい、続いて45番、バッチリスターがね、バッチリスターが出てくれます。縦が 5.9mm、 横 5.3mm サイズ、 0.97 キャラットサイズも大きめです。今回本当にね、スターがしっかり出てくれるので、しっかりスターが出るスターサファイア欲しかった方に強くお勧めします。7500円で1ピース限定。そして46番はこちら。おー、この子も綺麗ですね。白背景だとこんな感じ、黒背景だとこんな感じ。いやー、とても綺麗。はい、縦が 5.5mm、 横 4.7mm サイズ、 0.78キャラット、46番は7980円。もう一席ね、スターサファイアご用意があります。よいしょ、この子で最後になります。よいしょ、ちょっと待ってください。この子もめっちゃ綺麗ですよ。あー、綺麗ですね。透明度高いし、スターバッチリ、白背景黒背景って感じで綺麗ですね。ピンクの発色もいいですね。縦 5.3mm、 横 4.6mm サイズ、 0.91 キャラットで8500円。ということで、スターサファイアをね、4席、ご紹介させていただきました。さあそれでは続いて、これもまためちゃめちゃ珍しいし、ゲットしてきました。これはね、宝石コレクター、鉱物コレクターの方、めちゃめちゃテンション上がるんじゃないかなと思いますが、続いて、っていう宝石です。はい、48番、何この石って感じでね、ご紹介させてください。白背景で見るとこんな感じ、可愛いですね。はい、48番は、あ、ちょっと待ってください。48番は先にちょっと蛍光からお見せしようかな。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。48番は実はね、見てくださいよ皆さん、3210ということで、ちょっと分かりにくいかな、ピンセットでちょっと持ちましょうか。よいしょ、こんな感じで蛍光がね、ちょっと待ってください。よいしょ、はい、ということで、ちょっとボケちゃってる、ちょっと待ってくださいね。もう手が塞がってるので、ちょっとピントが合わない。あ、あった、ちょっと待ってください。よいしょ、こんな感じで、面白いですね。蛍光が2色楽しめる謎石連れてきちゃいました。こんな石今まであんま見たことないんじゃないかなと思います。赤い蛍光と緑色の、ね、蛍光を楽しめる一石になっています。はい、ということで、ちょっとこんな感じで置いておきましょうか。はい、ちょっとね、この宝石説明をしたいと思います。
48番はウィレマイトになるんですよ。ウィレマイトって皆さん分かりますかね。前もねご紹介させていただいたことあるんですが、レアストーンですね。レアストーンウィレマイトになるんですが、今回ですねこの宝石、鑑別をね取るとどんな感じでね表記がされるかというと、今蛍光でねグリーン色に映ってくれたのが実はウィレマイトになります。でウィレマイトが実は岩石にウィレマイトが含まれてるよっていう表記で鑑別が上がってきました。岩石って何ぞやって感じだと思うんですけど、岩石は一つの宝石内に3種類以上の鉱物が含まれると、岩石っていう形の表記になります。なので、複数の鉱物の中にウィレマイト、グリーンカラーにね、蛍光してくれるウィレマイトが、楽しめるよ。そんなですね、ロマンにあふれた不思議な宝石ご紹介をさせてください。で、赤く蛍光する子に関しては、この子はね、赤く蛍光するのが、これはカルサイトになってます。カルサイトとウィレマイトになります。カルサイトが赤くて、グリーンカラーがウィレマイトになります。なので複数の鉱物内に、ウィレマイトが、混在しているよ、共存しているよ、そんな珍しいね一石になってきます。見た目もなんかね可愛らしくてすごくロマンにあふれた宝石じゃないでしょうか。まあ、なかなかこう一つのね宝石内に複数の鉱物が混在してるっていう宝石は珍しいので、ぜひですねちょっと変わった宝石欲しいよ。そしてウィレマイトっていう宝石自体がレアストーンでねめちゃめちゃ貴重な宝石になってきます。あとでそう実はねウィレマイトの単結晶あとでお見せしますが、その宝石がこの中に入ってるんだよっていうねすごく、貴重な宝石なので、ぜひ希少な鉱物欲しい方ゲットしてみてください。で今回、まあ、複数の鉱物の中にウィレマイトが入ってるので、ウィレマイトインって形でご紹介させていただきます。ウィレマイトイン、通常だったら例えば今日のねご紹介させていただいたオイルインクオーツとかだと、オイルがクオーツの中にね、混在しているのでオイルインクオーツって形でね記載させていただくんですが、この宝石に関して複数の鉱物の中にウィレマイトがね、含まれるというところで、ウィレマイトインっていうところで止めさせていただいて、商品ページの方ね作らせていただいております。はい、ということで48番はウィレマイトイン、ご紹介させていただきます。縦が16ミリ横11ミリサイズ 6.69 キャラットご紹介したいと思います。5980円で1ピース限定でご紹介をさせていただきたいと思います。でウィレマイトはまだね、あと複数席ありますので、あと 1,2,3,4,5,6,7 席くらいかなありますので、ぜひお気に入りの蛍光の子をねゲットしてもらいたいなと思います。さあ続いて49番のウィレマイトご紹介をさせていただきたいと思います。おお、面白いですね。はい、こんな感じで赤い蛍光とねグリーンの蛍光を楽しめます。グリーンの蛍光がウィレマイトになってきます。はい、49番、縦が 20mm 横が 8mm サイズ 7.56 キャラットのウィレマイトになります。6980円で1ピース限定。さあ続いて50番、50番はこちらになります。よいしょ、ちょっとこんな感じで見せましょうか。おー、バッチリ蛍光見れますね。はい、縦が、この子がちょっと待ってください。縦が 17.8mm 横が 13mm サイズ 8.8 キャラットのウィレマイト、この子が7600円で1ピース限定。 8.8 キャラットかなり大きめです。さあ続いて51番、51番はちょっとこの子はね形が面白いのでちょっと見てみてください。続いてこちら、よいしょ、ちょっと待ってください。こんな感じ、はい、しっかり蛍光を楽しめますね。ちょっとボケちゃってるな、ちょっと待ってください。よいしょ、どうでしょう。はい、わかりますかね。しっかりとグリーンの蛍光とね赤い蛍光を楽しむことができます。この子が51番で、縦が 15mm 横 14mm サイズ 9.9 キャラットあります。よいしょ、さあこれもう一回蛍光を見ていきましょう。8800円で1ピース見て、ちょっとね映すのが難しいんです。はい、2つの手を使ってます。はい、51番は8800円。ぜひね明るい部屋で撮ったね、姿も商品ページに載ってますので、ぜひねそちらもご確認ください。続いて52番、あと4席ご紹介させていただきたいと思います。よいしょ、続いてがこちら、よいしょ、こちらです。はい、ということで
綺麗に蛍光してくれてますね。ミレマイト多めになります。はい、縦が、22mm、 横 12mm サイズ 11.7 キャラットのミレマイトをご紹介しましょう。面白いですね。はい、52番ウィレマイト1万円で1ピース限定、まあ、なかなかこの宝石はねゲットできないので、ぜひ、ゲットしたい方ね、今日チャンスじゃないでしょうか。そしてあと3石続いてが、ちょっとすいません真っ暗になってますね。続いてが53番はこんな感じ、かわいいですね。はい、面白い。53番、縦が 14mm 横 15mm サイズ12キャラットあるウィレマイト。ちょっとねすいません、うまく映せてなくて申し訳ないんですが、こんな感じ、ここにウィレマイトいて、こっちにもウィレマイトいます。はい、53番のウィレマイト1万円で1ピース限定になります。わかりますかね、53番ウィレマイト、この子も1万円で1ピース限定でご紹介したいと思います。ちょっと真っ暗ですいません。あと2席ねご紹介させていただきたいと思います。続いて、こちらのウィレマイトをご紹介しましょう。続いてこんな感じ、おー、いいですね。縦がですね 14mm、 横が 15mm サイズ12キャラットあるウィレマイトをご紹介しましょう。こんな感じでね、しっかりと蛍光を楽しめます。はい、54番ウィレマイトは、1万1000円で1ピース限定でご紹介したいと思います。そしたらウィレマイトとしてはラスト、ご紹介しましょう。55番ウィレマイトラストになります。はい、次の仕入れはこれいつになるかわかんないですね。はい、縦が 18mm、 横 13mm サイズ14キャラットしっかりウィレマイト入ってますね。はい、ラストウィレマイトご紹介しましょう。ちょっとピントが、ね、ちょっと合わせるのが難しいですね。はい、ラストウィレマイト12,500円で1ピース限定でご紹介をさせていただきたいと思います。まあこの宝石はなかなか珍しいので、まあ今までね僕もゲットしたことないかな、このタイプは初めて、ゲットできた、そんなレアストーンご紹介をさせていただきました。ぜひちょっとね珍しい不思議な石欲しかった方はぜひゲットしてみてください。ウィレマイト、ご紹介させていただきました。そしたら、ラストですね、数点ですが宝石ご紹介させていただいてフィナーレとさせていただきたいと思います。58番、これはねカラー超珍しい一石ご紹介しましょう。なんだこの赤い宝石はって感じだと思うんですが、58番は実はロードクロサイトになります。こんな赤いロードクロサイト見たことありますか。はい、珍しいんです。縦が 5.4mm、 横 5.3mm サイズ 0.68 キャラットのロードクロサイト、いやこれはすごい。普通ねロードクロサイトっていうとあのピンクカラーじゃないですかね、ほとんどがピンクカラーが多い中で、実はね南アフリカで取れるロードクロサイトってこんな感じで赤いロードクロサイトが取れるんです。はい、 0.68 キャラットの超珍しいロードクロサイトご紹介しましょう。13万5000円で1ピース限定、これも持ってらっしゃる方かなり少ないんじゃないかなと思います。そして続いて57番はこれめっちゃめちゃ綺麗なのでちょっと皆さん覚悟してください。いやー綺麗ですねこの子。はい、57番はノンオイルエメラルドになります。今回 GIA の鑑別書付きでご紹介させていただきたいと思います。縦横 3.8mm サイズ 0.18 キャラット、カラーの発色と透明度輝き、いやほんと素晴らしいですね。はい、ノンオイルエメラルド、あの通常あのエメラルドっていうのはオイル眼振処理っていうね処理がされているんですが、このエメラルドに関してはノンオイルなのでオイル眼振処理がされていない、本当に産出された時からこのカラー、そしてこの美しさのエメラルドになってきます。57番は GIA 鑑別書付きの超美しい、ノンオイルエメラルドご紹介しましょう。まあ、今日はね色の祭典と言ってますので、このぐらい綺麗な、ね、宝石皆さんに最後見せておきたいなと思って連れてきちゃいました。ノンオイルエメラルド16万8000円で1ピース限定になります。あ、ごめんなさい、ロードクロサイトとノンオイルエメラルド、こちら抽選販売とさせていただきます。そして、56番、
56番はさっきねご紹介したウィレマイトあったじゃないですか。それがこれです。はい、この単結晶になりますね。はい、ウィレマイトご紹介しましょう。縦が 4.9mm、 横も 4.9mm サイズ 0.48kg のレアストーンウィレマイトで、もちろん単結晶の子もしっかりとね蛍光を楽しめますということで、こんな感じで綺麗にねグリーンの蛍光を楽しむことができる神秘的なねレアストーンウィレマイトになります。はい、ということで、すみません、ちょっと赤すぎましたね。この子がウィレマイト、ご紹介させていただきたいと思います。こちらもね抽選販売になります。ウィレマイト、まあ、単結晶でねこれだけサイズあるのでなかなか珍しいんじゃないかなと思います。そして蛍光もねめちゃめちゃ綺麗に蛍光してくれましたね。はい、ちょっとボケてますね、待ってください。よいしょよいしょ、はい、ピント合いました。56番は抽選販売、ウィレマイトの単結晶、めちゃめちゃ不思議な宝石です。はい、165,000円で1ピース限定。まあ、これだけね、先ほどご紹介しましたが、これだけ高価なレアストーンが、あのね、宝石内に共存してるんだよっていうふうに思っていただけたらと思います。56番は、ウィレマイトの単結晶、めちゃめちゃ綺麗です。165,000円で1ピース限定。そして、ラスト、59番はですね、こちらは、口頭でのご紹介になりますが、今回は、まあ、カラーのね、採点ということで、ご紹介させていただきましたが、59番は、カラーの採点10石パックっていうね、宝石パックやりたいと思います。綺麗なカラーの宝石たちだけを詰め合わせた10石の宝石パック。2980円で、これね、50名様限定なんですが、そうですね、多分この宝石パックは、お手元に届いて、こう、目の前にね、広げていただいたときに、なんかこう気持ちがこう明るくなったりとか気持ちが華やかになったりとか、とにかくね目の保養になるそんな宝石たち10石ワンセットにしてお届けさせていただきます。カラーの発色にねフォーカスさせていただいた今までイベントって少ないんじゃないかなと思いますので、とにかく綺麗なカラー欲しい方ぜひこのイベントご参加ください。59番はカラーの祭典10石パック2980円で50名様限定でご紹介をさせていただいて、今日の配信はね終わりにしたいと思います。はい、そしたらごめんなさい、ラスト、今回のね、プレゼント企画のキーワードをお伝えをして、配信を終えたいと思います。そしたら、今日はですねどうしようかな、あ、これにしましょう。今回エッグインオパール登場してくれたので、ひらがなで卵にしましょう。ひらがなで卵を、今回のね、プレゼント応募のキーワードにしたいと思います。はい、ということでね、今日は色の祭典配信やらせていただきました。また来週もこの時間に皆様とお会いできたら嬉しいです。来週は何やろうかな、ちょっとまた考えたいと思います。それでは皆さん、本日も配信お集まりいただき本当にありがとうございました。また来週も楽しい配信、作ってお待ちしております。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら、ありがとうございました。